どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。11月21日頃発売、コロコロ一番1月号、もう1月ですね、買ってきました。妖怪ウォッチの情報をチェックしていきます。まずこれ、妖怪ウォッチウェアスポーツシリーズ、世界初登場イラスト、ジバニャンコマさんとかがスポーツのウェア着てます。めっちゃ可愛い。これステッカーになってますね。ワルニャン、ジバニャンのバスケ、野球キックしてる、サッカー、ジバニャンの野球、コマさんのバスケ、めっちゃ可愛い。ジバニャンのバスケ、これはコマジローのサッカーかな。すごいデザイン、どれも可愛い。スポーツウェア載ってます。11月下旬より発売。さっきのステッカーの絵がプリントされてます。子供のサイズもあるんですが、大人のサイズもあります。大人バスケ T シャツ、 JR バスケ T シャツ、 JR ジュニアですねジュニアバスケ T シャツ。妖怪パッドの情報と妖怪ウォッチ2新内の情報はコロコロと内容大体一緒です。連動のこととかですね。あとこれ、ドキドキコイン再開です。マックとセブンイレブン、ツタヤ、ナムコで、メンバーは同じですね。犬神きらめき、一角大桑の神、スイコ、虫歯伯爵、富士見御前、イザナミ。コロコロにも載ってたんですけど、ボードゲームジバニャン大パニックだにゃん、12月13日発売、4200円。ルーレットは妖怪ウォッチ型、メダルは4枚、草薙と幻、横取り、無理壁ですね。ジバニャン型コマ面白そう。はい、ドーン。応募者のプレゼントのところに超立体妖怪大辞典2載ってます。ラインナップはジバニャン、ブシニャン、キュービー、人面犬、カッパ、スナオですね。ジバニャンはなんか帽子かぶってます。コロコロ一番1月号の付録がこれ、でっかい妖怪ガシャ占いカレンダー、12月1月2月3月のカレンダー、銀剥がしになってて1日1個剥がしていって、なんか占いの結果が出るってことですね。試しにどれか1個やってみましょうか。このふいにゃんっぽいやつ、他のやつもなんか剥がしてしまいそう。あ、出てきた。映画を見に行くと運気アップ、お得なことがありそう。映画を見に行きましょうっていうことですね。コロコロ1番2月号は4大付録でドヤ1シールコレクションスペシャルシール、2本物妖怪スタンプ冬にゃん、3妖怪ウォッチ自由研究帳冬、そして4つ目妖怪クロリン鉛筆ジバニャンキラーバージョンです。発売日は12月20日です。これ映画の公開日ですね。12月20日頃じゃないんですね今回は。今回はここまで。最後まで視聴ありがとうございました。